こんにちは、キルアです。今回はですね、マーチンゲルフ1打目の勝負でございます。前回プラスでしたので、また1打目からのスタートとなります。本日小島2日目です。まだまだ高いところ狙っていきたいところです。もう1打目は坊主覚悟で爆勝ちを狙いにいきたいです。さあでは小島2日目の勝負、どうぞご覧くださいませ。はい、1本目でございます。小島第3レース、6号艇ですね。こちらスタートがですね、2号艇がへこんでいただければチャンスがあるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。スタート2号艇へこんでいただければ、あ、どうでしょう。わっ、ちょっとへこんでない、へこまない、へこまないか。へこんでいたら今ね、3号艇4号艇がグイーンっていってね、内側が6号艇かなと。まだ分からないよ、まだ来るよ。待って、ちょっと待って、2号艇へこんだ方が1着まで来てる。すごい、素晴らしい。そこはさすがに予想と予想とは真逆の展開。いや、まあしょうがない、しょうがない。今回このように冒険買いをしつつ、ちゃんと取りに行こうという、ちゃんと取りに行くつもりで勝ってるレースもございます。しっかり穴狙いも、穴狙いもしておりますが、しっかり取りに行く買い方もしております。もうダメか、1フタも。さあ2本目でございます。第4レース、こちら6号艇城滝選手、初日はですね、これ 前付けで2レースとも飛んでるんですよね。だから6号艇絡めてもいません。で、5号艇 B2 選手ですけど、連勝中。だから B2 選手じゃないですよね、本来多分。どうする？ちょっと待って。1号、うわ、3号艇来ちゃった。マジかいや。マジかいや。わっ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 。終わった。うわ、3号艇来ちゃったか。マジか。3号3号、うわ高いな、いいとこ高いっす。90倍だ、3号90倍だ3 4 1 3 1、高いっす、もう全から4号手の松下、5号手の岡本を差しに転じますが、2番手うまく立ち。さあ3本目でございます。第5レース、いやしょうがない、しょうがないです。これこういうワンチャン狙いでしたもので、これはこちらはですね、取りに行ってますね。こちらは取りに行ってます。2号手こちらはどでかいところではないですが、取りに、まあ、マンシュもあるか、マンシュもあります。2号艇突き刺しますよ。入って入って、大丈夫か、大丈夫、よし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 、これは取りに来てる、これは取りに来ております。あ、待って、6、あっあっあっ、ちょっ、橋本、最高峰は5号手の佐々木、レースは西島クロス世界、先頭は2号手の山田、2番手1号手柳瀬、3番手狂った6号手目的小回り、2番手4号手の宮本、手を並べようとしますが、3番手どうでしょう。6号手4号手の接戦は打ちたいてリードは一定心、6号手の宮本、次が4号手の宮本委員に代わってレースは残り1周の攻防となりました。そう、忘れた抑え込む6号手の宮竹をつける4号手の宮本、バックへ入って3番手安全圏6号手の宮竹英治、上田家は2対16。なんでな。2連単213.4倍。なんでこれ6号艇抑えてないの。14.7倍。ラストコーナーのセカンド向かって。これ6号艇抑えますよ普通。これ6号艇普通買います。2番手も1号艇の柳瀬。なんで買ってないのよ。6号艇の宮竹。上田家は。マジかいや。ままなけが悪いんです。先頭様の山田ゴール。
2着1番のやられた。6番の宮武ゴール、4番宮本ゴール、3番のさあ第6レースです。こちらもですね、こちらも取りに行ってますね、取りに行ってますね。こちら3号艇ワンちゃんのワンちゃんのどでかいとこ狙いではなく、これはきっちり取りに行ってますね。行けますでしょう、まくり雑誌行けますでしょう。大丈夫、出てるよ出てるよ、3号艇出てますよ、行けますよ。4号艇に背中押されますよ。こちらはい、まくり切る、まくり切った、入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 った、やばいやばいやばい、すごい、やばい、来た、3、4、3、4、3、4、全部ある全部ある全部ある。5号艇ダメよ、5号艇ちょっと待って、5号艇怖いよ、さっきみたいなパターンやめてよマジで、5号艇マジでやめてよ。はい大丈夫、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 はい来た、入った、入った、入った、うわ大丈夫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 、怖い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 、3、4、3、4、3、4、1、3、4、2。待ってやめてくれ、さあ高い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 、わっわっ大丈夫大丈夫、静かに静かに、あー待ってちょっと待って、あー34がよかった、34がよかった、34めちゃくちゃなかった、312、うわ312か312か、ちょっと待って5号艇怖い、絶対大丈夫だって、315なんて 70.1 倍、そんな高いとこ出なくていいのよ、そんなに高いとこ出なくていいのよ。311.7倍、つまりそれって来るということ、 11.7倍、それだけ人気ということはそれだけ来る可能性が高いということです。315なんて 70.1倍、そんな高いのとこ、そんな高いのとこ出なくて大丈夫です。来た、2番手は1号手の藤田博人、3番手は2号手の森田隆史、いや、あの最後でまくり切った瞬間の感動がやばかった、やばかったです、ありがとうございます。いや3、4、3、4高かったです、50枚台60枚台3、4来たら一発でしたけども、こちらは待って大丈夫だよ、大丈夫絶対大丈夫、ありがとうございます、うわ来た、ありがとうございます、ありがとうございます。さあラストです、我ながら調子いいです、こちらも当たっていただきますが、第9レース、第9レースというのはね、もう犬逃げが多い傾向だと思います、第9レースというのは犬逃げが多いと思います個人的にですけども、なんでこれも取りに行ってます、これも1号艇狙い1、うん、ただね4、そう1音がね、1音はねちょっとね、そうですよね、あちょっと待って待って、4号艇くれて、あもしか4号艇1着、あサブ飛んだ、終わった、いやマジか、うわマジか、4号艇行ったか、うわ4号艇行ったかよかったのか、マジっすか、やられた、うわ待って 3号艇来てないよね、来てる来てる、ちょっと待って、これ3号艇来たって奇襲ですよ、3号艇3着来たって奇襲ですよ、だって第1コーナーでわわ3号艇最初で飛んだと思いました、最初の方でも大きくそれて一番後ろぐらいにいらっしゃると思っていました、これ3号艇来たって奇襲ですよ、413だけで、ね、413だけ押さえております、うわ2号艇、そう412かね、413か迷ったんですよ、これ1個押さえるの、1個だけ押さえておこうと思って412できちゃったんかい、いやー4号艇頭でよかったのか、まあイン逃げ狙って、まあ14はね当然ながらめちゃくちゃ人気ですので、14外して、だけど4号艇頭を捨てきれなかったので1点だけ入れたという、そんな次第でございますけども、412でしたか、そうですか、いや全然半分も回収しきれなかった、まあまあしょうがないこれが第1打目ですもんね、これが1打目、そういうことでございます、ありがとうございました。はーい、いや惜しいと悔しいですがしょうがないです、マーチンゲール風1打目でした、負けたので次回2打目になります、2打目では当然この負け分を取り戻すプラスアルファ利益も出せる、そんな買い方掛け金でいかなければなりません、それがこのマーチンゲール風企画でございます。
取り戻しちゃいます。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。